1676年10月26日、アイザック・ニュートンは偉大なライバル、ライブニッツに手紙を書いた。彼の最大の発見を知らせたいのだが、同時にそれを秘密にしておきたかった。そこで彼は暗号文を送った。6A2C DAE13E2F7I3L9N4O49R4S8T12VX。 ライプニッツにはこの暗号は読めなかったが、科学史家たちによって解読され、このアナグラムに隠されたラテン語の文が判明している。Data equazione quotunque fluentes quantitates involvente fluxiones in venire et vice versa。 日本語では、任意個の変数を持つ等式について微分を求められる。逆もできる。これは微分法と積分法のことだ。未来の予言に信じられないほど有効な水晶玉だ。一つのシステムの現在の状態とそこに働く力を知っていれば、これによって未来の運動が計算できるのだ。微分方程式を解き、解を求めるということだ。レゴの世界で見てみよう。結局のところ、数学の世界はゲームに似ていて、すべてが現実のものより単純化されている、子供じみた世界になることもあるのだ。足跡が表しているのは、運動選手たちの通った道、彼らの軌道だ。この世界の人たちは同じリズムで歩いているとしよう。しかし歩幅は広かったり狭かったりするとしよう。レゴが速く動くときは足跡の歩幅は広がっている。レゴがゆっくり動くときは歩幅は狭くなっている。足跡を順に結ぶ矢印が速度を表している。これは現在の位置と次の時刻の位置との差である。微分法ディファレンシャルカルクラスは差の計算の意味である。レゴの 100m 競争だ。勝つのは誰だろう。9秒58。すごい。さて、運動がギクシャクしたものであることはめったにない。これらの車が走るのを見てごらん。車輪が回って走っていて、一歩一歩動いているのではない。車の速度とは何だろうか。一つの考え方は、このビデオの1秒は25コマからなっているので、このバイクは毎秒25歩で動いていると考えることである。そうすると、レゴの選手の速度と同じように速度が考えられる。ニュートンは連続的な運動がギクシャクした動きの極限であると考えた。ステップがだんだん狭くなって、ビデオのようにステップが見えなくなると考えた。移動の速度の計算は微分の計算と呼ばれるものだ。その計算が微分法の目標である。運動の例をいくつか挙げよう。矢印が速度を表している。数学者はこの矢印をベクトルと呼んでいる。今度は逆向きの問題を考えよう。地面全体に描かれた矢印が見える。ベクトル場というものだ。
麦畑があると思って麦の茎の代わりにベクトルがあると思う。レゴたちはベクトル場で指示された速度で移動しなければならない。簡単だ。レゴたちは足元を見れば速度を指示するベクトルがあるからその速度で一歩行くだけだ。一瞬後にレゴたちは新しい点についてそこで新しい速度が決まってそれに従って一歩行く。これを繰り返すだけだ。歩くのは難しくない。片足を反対の足より前に出す。そしてそれを繰り返すだけだ。本当は一瞬後とはどういう意味かを説明しなければならない。ニュートンは無限に近い次の瞬間と答えるだろう。連続な運動とステップの一つながりが違うことは前に見た。連続な運動はステップがどんどん細かくなるときの極限だ。レゴのように跳ね回るのではなく、連続に走る車に乗って動こう。車は軌道と呼ぶ曲線を描く。軌道は至る所ベクトル場に接している曲線だ。平面上にベクトル場が与えられている。2点を決めてそれが2台のバイクの出発点としよう。コーシー・リプシッツの定理が決定論の考え方のまとめとなっている。定理は出発点が未来の軌道を決定することを主張している。各点に対しその点を出発点とする軌道がただ一つ存在する。それぞれの点がその運命を持っていて、それぞれ違う。レゴの人は自分の運命に向き合うのだ。自分の軌道をたどることしかできないし、二つの軌道は決して出会わないのだ。速度の場が与えられたとき、軌道を決定するためには積分法を用いる。積分は微分とは反対向きのものである。さて、レゴの部隊がいる。兵士のように隊列を組んで、出発準備完了だ。さあ歩き出した。はじめのきれいな隊列が崩れていく。よくベクトル場がフローを定めるという言い方をする。これらの登場人物が川の流れに浮かんでいて、それぞれがその場所の流れに流されているように見えるからだ。人類の流れを考えてみよう。70億のレゴたちが地球上を動いている。地球の大気の10億の10億倍の10億倍の分子の流れを想像してみよう。ここに決定論の弱点がわかる素朴と言ってよい簡単な例がある。このベクトル場を観察しよう。レゴたちは前に進んでいるが、中央の線の左側のレゴは左に分かれて曲がっていき、線の右側のレゴは右に分かれて曲がっていく。ある意味で決定論は成立している。どのレゴも自分では変えることのできない運命に従っている。しかし一方で、非常に近くにいる二つのレゴが全く異なる運命を持っている。ちょっとしたことが未来を完全に変えてしまうのである。物理学者マックスウェルは、1876年に出版された著書、物質と運動で、
物理現象が初期条件の変化に鋭敏に応答することを強調している。こんな風に書いている。ある格言によれば、同じ原因は常に同じ結果を生む。この格言と混同してはいけない。別の格言によれば、同じような原因は同じような結果を生む。このことが正しいのは、初期状態における小さな変化がシステムの最終状態に小さな変化しか引き起こさないときだけである。多くの場合にこの条件は満たされているが、そうでない場合もあって、その時には初期状態における小さな変化がシステムの最終状態に非常に大きな変化を引き起こしうるのである。例えば車の速度のほんの少しの差が事故の原因になりうるのだ。このような未来の初期条件への依存性はカオスの一面に過ぎない。もっとずっと複雑な状況もある。例えば地面ではなく空間に描かれたベクトル場を考えよう。これは徐々に後ろに動いていく垂直な平面の上でのベクトル場の様子である。今度はレゴたちは歩くのではなく宇宙船に乗って飛び回る。各時刻での速度はベクトル場で定められている。気の毒なレゴたちがどうなるか見てみよう。これはもっとずっとカオス的だ。占い師をしようと思うレゴがいたとしても、こんなジェットコースターではとても無理だ。彼の予言は人を騙すだけだろう。1時間後に彼はどこにいるだろう。全くわからない。一個のレゴの未来を予言するのが難しいのだから、一人の人間の未来を予言することは思いもよらないのだ。